コバナナ。暑いから溶けちゃう。ね、溶けちゃってる。どう？久しぶりだね、こういうの食べるのも、うん、こういうとこで。すごい久々だね。うん。お祭りとか最近ないから。そうだよね。みーちゃん自分でチョコバナナ。食べるの？家でも作れる。うん。食えるね、絶対。うん。うまっ。可愛くない首が。これ椅子？ね、あ、羊みたいな。なんだ、羊じゃない。アルパカ。アルパカ？椅子？あ、すごい動物のやつが出てる。すごいね。これ何？これも椅子じゃない。椅子なの？これゲーミングチェア。ゲーミングチェア。え、これは何屋さんですか？インテリア家具屋さん。中古じゃない？アウトレットか。中古ではないよね。新品は新品だよね。すごい。いい感じ？あ、いい感じだね。社長椅子みたいカフカ。カフカだね。かわいい色も。優しい感じの茶色。うちに合わないけど。確かに。うちは白黒だからね。ね。ね、茶色合わないよね。合わないよね。かわいい。ゴミ箱かな。お、棚がある。かわいい。ママいいじゃん。ママちーちゃんの部屋じゃなきゃ置けないでしょ。ママのどこに置くの、うん、置く場所がないとね。なんでそんなもん飛んでくるかな。この上かわいいね。あのなんかあんま見ない形じゃない。光るの、ちゃんと光るのついてるし、かわいいね。1万3000円だったら閉じないのか、うん、常に開きっぱなしタイプ。うん、かわいい。お風呂の時とかさ、洗濯物、自分の洋服だけ入れたり、パジャマとかさ、あー確かに。なんか見る？うん？かわいい。ボール？耐熱ボール。しーちゃんが耐熱ボール。かわいいこの子服、なんか夏って感じ。うん、何これ。おお、そういうことだね。そういうことだ。なるほど。いろんなもんがあるね。うん。いや、アイロン使わずに。うん。可愛くないこの色。可愛い。ピンクだね。私、黒しかつけてないから。ピンクつけるの？わかんない。あったらつけるかもしれない。マジ？あんまつけないイメージ。これがサメ。かわいい、なんか夏って感じじゃない？ね、かわいい。いいね。夏って感じ。夏って感じ。パンダがいるパンダ。本当だ。かわいいだ。行ってみようかな。うん？これ。いいね。サラダボールだけど。うん。じゃあ私作りだよ。
できました。はい。なんだっけ、結局何買ったの？マスクと耐熱ボール。マスクと耐熱ボール。2点。はい。はい。やばい、雨降ってきた。やばい、結構降ってる。いや、土砂降りじゃん。やば、やば、雨だ。やばい、傘ないやん。まだ車だ。最悪、風邪ひかない。車までびしょびしょでいかない。やばいね、めっちゃびしょびしょになりそう。ピーちゃん帽子あるから大丈夫。よし、じゃあ行こう、もう雨だし。ミニチャーハンだけ。うん、しかもミニチャーハン。足りなかったらクレープ食べる。足りるし。ちひちゃんは足りるんじゃない？誰もいないってすごくない？ほいや。ほいやです。はい、行きましょう。パパまだかな。メガネ、メガネ、メガネ青にしたんだ。そうだよ、なんかすごいさ、何、水中メガネみたいなさ。見る見る。パパ今かけてくるから。今パパかけてくるよ。待ってよ。でどんなメガネかけて帰ってくるか。メガネかけてみて。何に来た。ゴーグルみたいなメガネ。だよ。ゴーグル。それに調子かけて。でこれを。写真撮れなった。マジな。今なんで撮れなの。ゴーグルみたいじゃない。パパこれの面白いなの。スイミングだ、スイミング。そんな。スイミング。ポーズもやった。撮影の時をそれするの。うんうん。痛いね。これはこれ、ちょっと使っとくけど、家ではこれにしてよ。家ではこれなの。